はい、山田店長ですということで、今日の紹介ビデオは新しいゲーミング家具作りました。テレビボードです。ずっと引いてこれです、今回は山田店長バージョン作らせていただきました。何が山田店長バージョンかと言いますと、私が遊んでるゲームの機械を収納できるように作りました。まずは箱位置ですね、もう縦で収納できるようにしました。めちゃくちゃ大きいんでですね。で、上からプレステーション4360、プレステーション3で、このスライドする部分はやっぱり引き出しやすく、こうですね、今はもうハマってるジェネシスとサターンをですね、こう上からこう入れられるようにですね。で、ここがスライドレールになってますんで、出し入れが楽々となってます。そして引き出しはですね、こう開けていただくとこんな風に間仕切りがついてますんで、好きなところにはめ込めば、まあ、コントローラーとかソフトとかですね、まあ、いろんなのが収納できます。今回ですね、色を思い切ってちょっと濃いめのダークブラウン色、まあ、焦げ茶っていうのかな、ダークブラウン色ですねに変えました。これ、背面はこのようにですね、コード穴がこう開いてます。で、最大の特徴ここですよね。天板にですね、ちょっとこうサクリが入ってます。ここに、テレビアームをつけていただければ、こういうふうにテレビをですね、つけることができます。何がいいかと言いますと、テレビを回転させて、よいしょ、じゃーんってことでこう縦画面にして。縦型の縦集とかですね、することができるという優れものです、新作山田店長バージョンのテレビボード、絶賛発売いたしますんで、よかったらぜひ。お値段についてはリンク先の方に記載してます。よろしくお願いします。ありがとうございました。